異性層映画、テレビ番組中の異性層映画、グレンとグレンダのポスター映画、テレビ番組中の異性層は、サイレント映画の時代に始まった。チャーリー・チャップリンとスタンド・オレルが、アメリカ合衆国にあるフレッド・カーの一財1910年に訪れた際、英国のミュージックホールにおける伝統的な女装を一時的に言った。スジボたくましい俳優として知られるウォーレス・ビアリーも、 サイレント映画でスウェーデン人の女性になりすましたことがある。また、サンバカ大将も、また、短編映画で女装した。このやり方は長く続いており、大抵笑いを取るために行われた。1960年代までは、厳しい検閲のため、ドラマチックな映画に異性層が用いられた。これらとは別目的の異性層には、アルフレッドヒッチコックのスリラー映画、殺人。 に出てくるフリル付きのドレスとペチコートが好きな服装盗作を持つ殺人鬼が挙げられる。異性層を主にした映画は以下の通り上記の映画はコメディ要素として用いられたものである。ただし以下に示すものは悲劇的な要素を含んだ異性層である。電気映画などに見られることがある。ドキュメンタリーにおける異性層ドキュメンタリー EN ジュリアーニタイムでは、ルドルフ・ジュリアーニが政府が主催した報道関係者とのディナーに行くところが見られる。ミルトン・バレルはアメリカで最も人気のあった女装コメディアンであり、1948年から1956年の間に放送された NBC の番組に出演した際はスカートを着用していた。ハーベイ・コーマンはキャロル・バーネット賞で力のある。 ユダヤ人の母親を演じた。フィリップ・ウィルソンは、フィリップ・ウィルソン賞で、ジェラルフィン・ジョーンズという名物キャラクターを誕生させた。ソラ・トブ・モンキー・パイソン、リートル・ブリテン、EN、ザ・リーグ・オブ・ジェントルメン、サタデー・ナイト・ライブ、キッズ・イン・ザ・ホールといった、スケッチコメディでは、男優が女装して、ファルセットで会話するなどといった、目で見てわかるネタがしばしば用いられている。また、 イギリスの制作チーム EN、フレンチサンダースは、断層もののスケッチを制作してきた。さらに、前述のルドルフ・ジュリアーには、ドキュメンタリー以外にも、サタデー・ナイト・ライブで助装したことがあり、キーナントンプソンも、この番組内で助装することがある。演者が、自分の生徒は反対の役を演じる気は、異性層をしていなかったり、トランスジェンダーを行っている人物でない場合もある。 これはコミカルな要素を含んでいる場合もある。なお、ナンシー・カートライトがザ・シンプソンズでバート・シンプソンを演じるなどといったテレビアニメにおいて女性の声優が男性のキャラクターを演じることはよくあることである。その逆も存在する。1993年12月31日、ネブラスカ州で実際に起きた事件をもとに描いている。 ロックマンエグゼストリームこれまでのお話、第27話から、第39話第35話、クイーンファイト、新 X、スタジアムボリューム7、ロックマンエグゼ27話アイドルになります。萌え萌えアニメ日記オイラ、女版、スケバンピア映画生活、ありがとうございます。